リング上ではツアガー石森、もうすでに始まっている。6人タッグは健太包囲網なるのか。ノアジュニアの火薬庫爆発寸前です。本日のメニューの40分一発勝負を行います。裏のコーナー195ポンドローキー、冷凍ニューヨークに持って帰るローキー、215ポンドスワー、ケンタはもちろん石森も狙うと語ったスワです。215ポンド金丸義信、ジュニアとジュニアタッグ2本のベルトを取り返したい金丸義信。裏のコーナー180ポンド石森泰治、ノア参戦2戦目でメインイベント石森泰治。205ポンド丸藤直道、健太ではなく俺が中心に行く丸藤直道。195ポンド健太、俺が王者だ、かかってこい王者健太です。開幕戦後楽園ホールのメインイベントはジュニアによるシックスメンタッグマッチの60分一本勝負です。こちらが手前王者健太、今シリーズの最終札幌スピカではタイトルマッチが決まっています。このタイトルマッチの挑戦権をかけて前日にバトルロイヤルが行われます。そのバトルロイヤルの参加選手はまだ発表されていません。あるいはこのシックスメンタッグマッチ5人の中からエントリーされることは間違いないでしょう。こちらが金丸、諏訪、そしてローキーの青コーナーです。赤コーナー健太のパートナー丸藤、石森もそのエントリー候補にもちろん名前が挙がっています。健太包囲網なるか。後楽園ホールメインイベントジュニアの一戦です。先発は青コーナーローキー、赤コーナーはノア参戦2戦目の石森。今ゴングを聞きました。ジュニアのメインイベントシックスメンタッグマッチ、黄色のロングタイツ、今スワを意識したのが石森泰治、ノア参戦2戦目、押し込んでいった青いタイツがローキーです。ニューヨーク出身。この試合の解説はマイティ井上さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。マイティさん、はい、ジュニアのシックスメンタッグマッチがシリーズ開幕戦のメインイベント。そうですね、まあ、また素晴らしいメンバーですね。はい、まあ、ノアのジュニアというのは素晴らしいということは、ね、もうプロレス界では当たり前の事実なんですけれども、はい、それでもこのジュニアのメンバーが集まってメインイベントを締める、その実力はありますね。そうですね、本当目離せないですよね。はい、あのローキーもね、あの、まあ、2シリーズ、2、3ヶ月ですか、はい、あのぶりですけども、もっと腕が伸びた、腕が伸びた、体大きくなってますね。そうですね、また健太がカットに入りました。あー、ローキーは早くもその王者健太を意識しています。先発で出たのは、ローキーが今健太と呼び込みました。この6人タッグマッチ、現在 GHC ジュニアのベルトを持っているのは健太、その健太にタッチが交わされました。王者健太、まあ、この2人はね、アメリカでもやってますからね、はい、タイトルマッチね、いい試合だったですよね。4度目の防衛戦、ニュージャージーで行われた、ね、去年の12月でした、はい、そして、まあ、今回のこのシックスメンタッグマッチなんですけれども、はい、全員が健太とベルトをかけたタイトルマッチをしたことがあるというメンバーなんですよね。そうですね、まあ、石森が最近ですね、はいはい、石森が6度目の防衛戦、4月23日でした。丸藤は今年の1月、そしてこのローキーは去年の12月4度目の防衛戦。強烈なキック、ダウンを奪った王者健太、このあたりがもう王者の貫禄を見せつけています。そうですね、貫禄出てきましたね。よく2分だエルボー、まあ、ローキーと先ほど話しましたけどね、はい、やはりあの随分健太意識してね、今回は必ずこう、まあ、ベルトをね取るんだって言ってましたけどね、はい、まあ、そのためにはね、やっぱり、まあ、挑戦者としてのこの勝ち残らなきゃいけないわけですね。そうですね、はい、タッチが諏訪に交わされました。現在フリーで参戦している諏訪、この諏訪も、まあ、個人的な感情で健太に突っかかっていく場面というのは本当に多いですよね。そうですね、諏訪も武道館でやってますからね。そうですね、諏訪は最初の防衛戦 V1 戦でした、ね、去年の9月18日日本武道館です。まあ、ケンタ、このイケメンが嫌いで俺はノアに乗り込んできたと言って武道館に現れたのが最初でしたね。そうでしたね、そこから始まったこの2人の因縁、スワは1つ
丸藤を牽制しましたが丸藤は対応しました。リング上は王者の健太と諏訪です。ジュゴブスキーハンマーを落としてここで丸藤にタッチが交わされました。試合の権利は健太から丸藤です。この丸藤と健太の GHC タイトルマッチも素晴らしい試合でしたね。そうでしたね、プロレス界の歴史に残る一戦とも言われました、はい、今年の1月22日日本武道館、そしてそれからの丸藤というものの、まあ、田植えを破り、はい、まあ、小橋には破れはしましたが、ね、素晴らしい試合になりました、さあ金丸が入ってきた。金丸と丸藤素早い攻防、飛んだ丸藤もう一度巻き投げていく、ダブルでドロップキックの打ち合い、間を取りました。熱狂する後楽園ホール、これがノアのジュニアの力なんですよね。動きいいですね2人ともね、はい、もう VTR を早送りで再生しているよかのような、そんな素早い攻防を見せました。もう2人とも試合巧者とその名を欲しいままにしています。丸藤と金丸、この2人とも GH ジュニアのベルトを巻いたことがあります。ノアの実力者、さあ腕を取り返していこうという金丸、左腕を取りました金丸です。くるっと1回転、この辺りのムーブメント丸藤の持ち味、どよめきが起こりました後楽園ホールです。さあ腕を取っていくこの丸藤、丸藤は現在85キロということですが、最近はそのパイヘビーということを掲げて非常にウエイトを増してきましたね、はい、大きくなりましたよ、はい、結構バーベルやってますしね、ウエイトトレーニングをね、あそうですか、大きくなりましたよ。田植えを破り小橋とも素晴らしい戦いを見せた丸藤、石森にタッチが交わされています。あ石森が諏訪にかかっていった、お互いフリー同士、諏訪と石森お互いに意識をしているこの2人です。さあ金丸とタッチを交わすのはローキーです。髪を掴んでいる諏訪、素早く距離を取りました石森泰治です。初参戦は4月23日の日本武道館、初参戦にして健太にベルト初挑戦をしました。メキシコでプロレスデビューを果たしたというこの石森泰治です。試合時間は5分を経過、ああ倒立からのこの不意な角度からのキックですね。そうですね、ローキーの独特のムーブメント、あよく見た石森、足を取って何を見せるか、ロープの反動、1回転ハンドスプリング、ラリアット避けて、ここからホイップした、さあ場外にエスケープしたローキー目指して、石森は飛んでこれはいきません。619のその動きを利用してよく見ていた石森泰治、ノア参戦2戦目にしてすっかりこの観客の心を捉えてますね。マイティさんからご覧になってこの石森の、いや動きいいですね、今ローキーもやっぱりうまく避けましたけどね。そうですね、非常にレベルの高い攻防ですねこの試合。そうですね、ノアのジュニアを代表する6人のタッグマッチ、後楽園のメインイベントを迎えています。今シリーズの最終戦 6.4 札幌スピカで健太7度目の防衛戦が行われるんですが、その挑戦権、挑戦者というのは前日の札幌大会挑戦者決定時間差バトルロイヤルの勝者ということになっています。しかしそのバトルロイヤルの参加選手はまだ発表されていません。となるとここで、まあ、アピールをした選手が参加権を得るということですね、まああと何人かね、もちろんね杉浦とかいますからね、はい、まだ何人か出るんでしょうね、だから何人でバトルロイヤルやるかですよね。そうですね、全く人数も何も分かりませんからね、まだね、まあ、そういった意味ではこの健太を除く5選手というのはアピールする場所ですね。そうですね、気合が入っているというこの5人です。さあローキーとバトルロイヤルで決めるというのもね難しいですよね。バトルというのはやっぱりね、あそしてちょっと待ってください、諏訪がエルボー急所に落とした、丸藤悶絶、これはたまらずエスケープしました。まあそういえばこの青コーナー諏訪金丸ローキーというのはインサイドワークがうまい3人が揃っていますね。そうですね、うまいですからね、そのあたりの一端を見せました今の攻撃です。
丸藤直道。試合前話を聞きますと、まあ、ケンタ包囲網というのは個人個人の考えなのであまり意識はしていないけれども、自分以外が中心なのは面白くない、俺が中心に行くんだということを語っていました。まあ、どうしてもその王者ケンタに話題が集まりがちですが、そのところ丸藤は自分に話題を集めよう、自分が中心になるということを語っています。場外カウントは10まで来るというところでリングに戻りました。そこにすかさず低空のドロップキックは諏訪です。ニュートラルコーナーに押し込んだ丸藤、ショルダーを諏訪のストマックに打ち付けていきます。さあ足をかけた、先ほどのお返しをしようというところでしょうか。捉えたぞ。さあケンタが諏訪を捉えて、あー蹴り上げた、立ち上げた、悶絶は諏訪、やられたらやり返す男の戦い。さあカバーに入っている、カウント1つ、しかしまだその手は急所を抑えたまま。いや、あまり大事なところを、ね、攻めない方がいいんですけどね。そうですね、まあ、先にやったら諏訪ですからね、やられたらやり返す、このあたりがまあ丸藤の意地といいますかね、気持ち、全部のあたりを1つポーンと叩きました。まあ、だから先ほど言いましたバトルでね、はい、その挑戦者を決めると、まあ、誰勝つか分からないですからね、バトルだけは。それも時間差バトルロイヤルということですから、これは本当順番にもよりますし、ね、そうですね、難しいですよ、誰が勝つのか本当に。これはよく見ていた、ドロップキックで迎撃、王者ケンタが入ってきました。金丸とケンタ、ドロップキック、そういえばこの金丸からベルトを奪ったのがケンタでした。そうでしたね、エスケープは金丸、はい、東京ドームだったんですか。そうですね、去年の7月でしたね、あと1ヶ月でベルトを防衛して1年を迎えるというケンタ、そこまでベルトを持てるか。鉄柵攻撃、丸藤が金丸を捉えました、距離ができた、あ重い重いミドルキック、背中へもハンマーを落としていく。このケンタと丸藤のタッチワークというのは、まあ、もちろん GHC ジュニアタック、そうですね、はい、ずっと組んでましたからね。あそして鉄柱を使ってくるりと半回転、619の要領で円錐にキックを見舞っていった石森泰治です。試合時間は10分を経過しました。リングに金丸を戻したケンタ、あそしてマルト、あ石森も使って太鼓の乱れ打ち。この赤コーナー、丸藤、ケンタ、そして石森を加えた3人というのは初タッグなんですが、はい、素晴らしい連携を見せていますね。そうですね、まあ、あのイケメン3人衆ということをね、一部報道でも言われてますけれども、こういった3人のタッグというのはこれからノアのマットでよく見られるかもしれませんね。そうでしょうね、このチームは、まあ、いいですよね、はい、石森がノア参戦2戦目とは見えません。低空のドロップキックからカバーに入りますが、カウント1つで返していく。この諏訪が石森に対して非常に、まあ、積極的に攻めていきますね。まあ、この2人は意向を残すんじゃないですかね、今後ね。同じフリー、そしてルーツをたどれば、ね、まあ、メキシコ登竜門というところもありますからね。似てますからね、はい、2人ともね。ローキーが石森を鉄柵攻撃場外、思わず前から倒れた石森泰治です。そしてこの石森なんですけれども、エルドラドを退団しまして、現在フリーでこのノアに参戦しています。なんでもノア1本に絞りたいと、ノア1本に絞らなければいけないくらいついていけないレベルなんだと、うんうん、いうことを語っていました。なるほどね、はい、まあ、それはまあ本人のためにもなるだろうし、うん、今回このシリーズはスポット参戦ですが、レギュラー参戦を狙っていると語った石森。さあその石森を支えつけて、あっと後頭部にギロチンは金丸義信、なだれ落ちていきました。石森泰治です。まあ、この中で一番若いんですよね、石森がね。そうですね、その石森の背中、サッカーボールキックを見舞っていった金丸です。さあ金丸がその石森をカバー、カウント2つで返していきました石森泰治。スーパースターエルボーというフィニッシュホールドを持っています石森、うん、石森と諏訪が対しました。諏訪はその同じフリー、同じ登竜門の流れを受け継いでいるということももちろんそうなんですが、戸様、まあ、魂、戸様として外部の人間としてどうやってしのぎを削っていくか、そういったライバル心も燃やしているようですね。やっぱり生き残るのは大変ですからね、はい、負けてられないですから ね、 そうですね、同じフリーの立場としてどれだけノアにその流れを打ち込んでいけるか。
これは顔面を張っていった。思わず西永レフェリーが制止しますが、前から倒れていった石森泰治です。あのパンチが強いんですよね、スワのパンチがね。容赦のない攻撃を加えていくスワです。さあタッチローキーにかわされてカバーに行きますが、なんとか返した石森です。この石森もあるいはそのバトルロイヤルのエントリー権を手にすることができるかもしれません。1月に挑戦したばかりですが、バトルロイヤルで勝てば再び挑戦権を得るわけですね。そういうことですからね、まあ、誰が勝ち残るかこれは分からないです本当に。はい、はい、まあ、興味ありますね。バトルロイヤルは6月の3日札幌スピカ、そしてタイトルマッチ、そのバトルロイヤルの勝者が健太7度目の防衛戦の挑戦者となります。今シリーズの最終戦、まあ言ってみればこのノーザンナビゲーション06というのはもうジュニアのためのシリーズと言ってもいいかもしれませんね。そうですね、全くその通りですね。はい、開幕戦からその最終戦までジュニアの季節となるか。1回転したこらえるローキー、これを避けた、体全身エルボー、ローキー体を反転させてのカバーはなんとかかわした石森泰治。このローキーも4度目の防衛戦健太と戦っています。金丸にタッチがかわされました。ショルダースルー、スワとローキーが仲間を分断した。ローンバトルを強いられるか。ボストンクラブに移行する。さあ放送席の前は丸藤、スワと丸藤は場外、つけていきました。マットの上は金丸と石森、健太はローキーが抑えられています。さあ放送席の前にスワが来ている。スワやめろ、ほらこの6人、健太のその意思。あ、そして丸藤が今右手にカゴを持っていますね。少し試合が荒れてきました。後楽園ホール、そのメインイベントはジュニアによるシックスメンタッグマッチ。試合時間は15分を経過しました。バトルロイヤル、そのエントリー権を得るためにお互いの選手がアピールをしなくてはならないというこの開幕戦。諏訪は健太に突っかかっていった。王者健太もその諏訪の挑発に乗るか。リングの中央では金丸がこの石森泰治キャメルクラッチに移行していました。スワにタッチが交わされた。バトルロイヤルというのはチャンス、喜んで参加すると語ったスワです。対するこの石森もノアで継続参戦をしていくためのアピールの場と、そういうことを語っています。あ、スワへ攻防、エルボーカウンター、スワを、投げ返した。ロープのハンドを使ってエルボーを放った。見事な身のこなし、四次元殺法石森泰治です。さあ石森から王者健太にタッチが交わされた。健太が赤コーナートップからラリアット、ローキー金丸にも、そして青コーナー近くスワンダイブ式のミサイルキック、カバーに行くスワ、どうだ。カウント2つでなんとか右肩を上げました。王者健太のこのキック、ローリングソバット、顎のあたりか、距離を見たハイキック、カウンターラリアットよくてパワースラム。6月にはアメリカ遠征、ニューヨーク、デトロイト、シカゴへの遠征が控えているこの王者健太です。現在その防衛記録は最多の6。反転した、これは前から落としていく切り返し、うまい切り返しを見せた諏訪です。さあ諏訪からローキー、目まぐるしいタッチワークですね。両コーナー、さあローキーが、いや振り返した健太、ラリアットをかわして乱れ打ち、ミドルキック、ローリングソバットでカウンター。ローキー上から振り下ろしてきました。トリッキーな動きを見せた。健太健太という声がこの後楽園ホールから多く聞かれるようになりました。まあ、そういえば健太が最近あの結婚を発表しましたよね。あ、しましたね、びっくりしましたけど ね、家族ができて守るものができて、また一つ磨きがかかるかもしれません。まあ、あのプロレス入る前からね、なんか付き合ったりとするらしいですけどね、後頭部への攻撃はローキーです。そういった意味でも負けられない健太、全身をぶつけていったローキー。さあローキーが飛ぶぞの一言、ニュートラルコーナー、健太に向かって全身を使ったフットスタンプ、勝
81キロ直撃、かわした。今の高さありましたね、ロキー。そうですね、今危なかったですよ、ケンタも ね、 そうですね。少し王者ケンタがうずくまっています。苦しい戦いとなった王者ケンタ包囲も足を取ったキークラッシャーに移行するか。こらえたい、あっこらえた。ハイキック、ラリアット、一回転をしてからのラリアット、四角から飛んできました。さあ丸藤にタッチが交わされた。ニュートラルコーナー、ローキーを捉えた。対角線に投げて全身を浴びせる丸藤の85キロ、エルボーで迎撃です。どうも全く分からなくなりましたね。そうですね、テクドロップキック、丸藤カバー、右肩をゆっくり上げたローキーです。本当この6人誰が誰から取ってもおかしくないという。そうですね、さあなんとタイガードライバー、丸藤のタイガードライバー、これは危ない。丸藤がそのタイガースープレックス、まあ、タイガードライバー、こういった技を見せるようになりましたよね。そうですね、いろんなあの技やりますので、その変形進化系の大水スープレックスも見せました。はい、やりますね。んとこれはリバース、円錐かかとを打ち込んだ。さあ金丸が出てきたぞ、振り返した丸藤、テクのドロップキック、膝振る傷のあるその丸藤の膝に打ち込んでいった。そして金丸が左膝を捉えて、おお一回転、丸め込んだ丸藤、腕をこらえた。バックを取った金丸、取り返した丸藤、そして石森がスワンダイブミサイルキック。足で迎撃は金丸、この高さを使って石森が何を見せるか、と低空のブレンバスター。カウント2つ、丸藤健太は分断しますが3つまでは届きませんでした。試合時間は20分、あっという間に20分が経ちました。早いですね。ここで石森619、そして健太丸藤も応戦、3人の足が金丸を捉えたジャーマンスープレックスホールド。ローキーのカットが間に合いました。6人が相まみえる展開になったこの後楽園ホールメインイベント、ジュニア選手によるメインイベントです。さあセカンドロープを使ってのムーンサルト、捉えた、そのまま落としていった。金丸どうだ、カウント3つは効きません。バトルロイヤルを意識したというこの最終戦。さあスーパースターエルボーが飛び出す、金丸避けた避けた、諏訪がいった、不発に終わった。その石森を捉えるか、場外では丸藤とローキー。さあ金丸がムーンサルトプレース、どうだ石森、健太間に合った、健太と丸藤が間に合いました。試合時間は20分を経過しているこの60分の一本勝負、金丸がディープインパクト、ノアのマットに沈んだか石森、返した、まだ沈みません。場外では健太と諏訪、さあリングの上ではそのまま固めた、カウント立つ、金丸も返す、ホイップから前に叩き落とした、そのままカバーに入るが、これは返します石森。ならば金丸の次の一手はもうこれしかない、タッチアウト、旋回式垂直落下のブレンバスターで3つを聞きました。ジュニアのシックスメンタッグマッチ、最後勝利を勝ち得たのは金丸由伸でした。この結果がバトルロイヤルにどう影響してくるのか。最終戦健太7度目の防衛戦、その挑戦者を決める挑戦者決定時間差バトルロイヤル、そのエントリーの選手は一体どうなるのか。あー諏訪が、試合は終わっていますが石森に行く、健太がその諏訪にエルボーを放っていく、ハイキック、試合時間は21分56秒、金丸がタッチアウトによって石森を下しています。さあこの健太包囲も一体どういった結果となるのか。あっと諏訪がマイク持ちました。おいヘブンチャンピオン、おい
これ大した試合もしねえでな、防衛記録ばっか伸ばしてんじゃねえぞこの野郎。今度札幌でのバトルロイヤル喜んで出してもらうからよ、よろしくな。諏訪君、それぐらいの意気込みないと困るよこっちも。あ、じゃあよ、札幌バトルロイヤル出るやつ全員ここ上がってこい。これは呼びかけましたね、王者が。いやいや、呼びましたね。俺に興味あるやつ、ここ上がってこい。あ、来た、杉浦だ、杉浦が来た。バトルロイヤルに参加を表明する選手、呼びかければ杉浦が来ました。丸口も上がった。先生